EV テストはですね、今回 BMW i3 です。でも2014年発売ですから、もう7年も前のモデルになりますが、まだ全然こう新鮮な感じはありますね。 i3 にはバッテリー EV、まあ、純粋な電気自動車と、レックスレンジエキステンダーというモデルがあります。で、本当はテストとしてはバッテリー EV の方がいいかなとは思っているんですけれども、試乗車が今ちょっとレックスしか用意できないんで、今日はこの車で来ました。i3 はですね、発売当初から比べるとだいぶバッテリー容量も上がって航続距離も伸びているんで、実は車両重量重くなってます。さらにレックスだとエンジンの分、重くなるんで、結構、まあ、初期モデルのバッテリー EV に比べるとだいぶ差があるなという感じで、少しその辺で乗り味も変わってますね。ですので、なんとなくですけれども、ここでの上りが、きついんじゃないかなとかいう感じもしていますんで、その辺も見ながら走っていきたいと思います。BMW i3 ですけれども、久々に乗ったんですが、あんまり古さを感じなかったですね。で、むしろ結構やっぱり i3 って楽しい車だったなというのを思い出しました。というのも加速感がかなりいいんですね、まあ、特に0から50キロ60キロぐらいまでの出だしとか非常にいいですし、さらにこう電気自動車ってトルクが低回転のトルクがあるんで、最初グンと出てだんだん伸びないような感じになっちゃうんですけども、40キロあたりからちょっとこうグオッとトルクパワーが盛り上がってくるような感じがあって、さすが BMW でなんか走りの勘どころが分かってるなというのを感じました。もともとこれは非常にこう真面目な思想で作られてます。で、 LCA とかも考えてますし、それでも走りの楽しさを忘れないためにカーボンであるとかアルミニウムをたくさん使って車を作って、ですのでこう CO2 排出量を減らすとか、そういうことと走りの楽しさと、まあ両方融合させましょうというコンセプトで7年前に発売されたわけですけれども、まあ、あのかなり先見の明のあるモデルだというのを改めて知りました。まあ、当時はね、 F1 を参戦やめてまでこの i というプロジェクトを立ち上げたぐらいですから、やはり BMW はどこよりも早く本気でEV に取り組んでいるメーカーだと改めて思いました。